おー、スベルトです。飛び出せの大釣り実況続きやっていきますか。4月の21日っていうこともありまして、本日ですね、株売りばあさん、株りばさんが来ています。というわけで、まずは株りばさんから、おたまじゃくし、メダカや、ナイスメダカ、メダカゲットだぜ。株りばさんからまず株買っていきますよと。で、株買うのとプラス、俺も忘れてたんだけど、アグネスの誕生日なんですよね、今日。ここ見てもらったらわかる通り、4月21日はアグネスさんの誕生日っていうこともありまして、まあ、まず商店街に行って、アグネスの誕生日プレゼント購入して、で、それからアグネスの誕生日お祝いしていけたらなと思います。やっていきましょう。そういえば、この、村に来て初めての誕生日会ですね。まずは化石を掘り出していく。言うても化石自体が、今日も多分ね、どっかに4つ埋まってるはずだよね。さっきね、起動した時に、落とし穴にはまってしまったから、もう落とし穴自体は出てこないよね。あとは出てくる穴を掘るだけなんだけど、よいしょ。どうですか？あー、まあでもブラックバスか。悪くないね。ブラックバスゲット。こいつもちゃんと釣れるのでは？ないでしょうか。土壌か。まあでもメダカがゲットできただけでも、まあ、よしとしますか。カブリバーさんどこにいんやろな。なんか、あ、いた。こんにちは、カブリバーさんです。おやわいらっしゃい、カブリ卒時60年。日曜の午前中ではこのカブリバーさんにお任せだよ。100ベルか。100か。100株いっとく？ちょうど1万ベル。いや、もうちょい強気にいってもいいかな。5万ベルぐらいか、とく？うん、5万ベルいっとこっか。これは、ああ、ちょっと一旦、売ってからにしますね。何がそんな入ってんの？ああ、もうそもそも足りないんか。ハニカムタイル、町役場の壁。こういうのは、ちゃんと、外に出しとくとして、外に出ているあれ、回収してからにしよっか。化石をね、ちょっと置いてるんですよ。その化石を回収して、売りつつ、向こうに行きましょう。これいらない、これいらない。シックなソファーも買ったやつ。面白い銘柄ってこれ、偽物やったやつやんな。偽物やったやつって R パーカーズじゃないと売れへんもんな。どっちみち R パーカーズに行かないとダメやけど、それでも今手持ちにあるのは厄介だね。ちょっと整理したい気持ちがあります。買い取って。から始めていく。これ先に化石鑑定してからでよかったな。こうやね。おい。メダカは打ったらあかんからな。6863ベル OK。おい、ひょうたお前。ああ、いや、これは。これは俺が買う。ロイヤルなランプって持ってたっけ？あれ、買ってから、ロイヤルなランプってなんか家になかった？な、前回つけた気がすんねんけど。買った瞬間に思ってしまったけど。ノートパソコン2400ベル？これあげよう。ノートパソコン、2400ベルのノートパソコンって動くんかな？あれちゃう？Windows 98ぐらいのさ、超ジャンク品やったら多分2400ベルぐらいで買えると思うんやけど、2400ベルの、すごいな。パソコンってな。これ半秒ちゃう？半秒やん。うわ、半秒や。うわー、半秒ゲットだぜ。こいつ昼間に出てくるんやな。なかなか、普段出てこうへんから。よっしゃ、買います。これやったら5万ベル分買えるやろ。ほら。5万ベル分買いまーす。うい。えぐいね、5万ベル分。これは失敗できひん。もう100ベルよりも、もう1ベルでも上になったらいつも通り売っていこうか。R パーカーズの手前側に置いといて、メルボルンよ。
ミレネさん、ちょっとご相談なんですけど、私今どうしても欲しい本があるんです。あと少しだけお小遣いが足りなくて、そこでいらないものを売ってお金を集めようと思ってるんです。もしよろしければ協力してくれますか。ガラーボックス、まあ、980ベルで足りひんやったらさ、もう何の本買うつもりやねん。なあ、本って一冊だいたいどれくらい？漫画とかやったら500ベルやんな。ちょっといい参考書とかでもそんな1000ベルとかになるんじゃないの？ちょっと足りなくてで980ベルってさ、ちょっとどころじゃないやん。完全にボリに来てるやん。オッケー。さて、んならまあ行きますか、アグネスの家。アールパーカーズでやることってないよな、今のところ。まあでもアールパーカーズの前に置いとこっか、株を。わかりやすくな。お前何してるか。お前さ、1万ベルやぞ今の。1万ベルの味はうまいか。何をしとるか。びっくりした。そんな1万ベルなんてさ、ジョジョ円より高いやろ今の。何を食っとるんじゃお前。びっくりするな、さすがに。アグネスの家行きますか。アグネスの家ってこの辺、ここやったかな。サブリナや。うちの住民なんか少ないな、8人しかいひんもんな。アグネスの家はここか。アグネスの家行きまーす。あるやな、ちゃんとノートパソコン。これいるかな、 Windows98 のパソコン。俺はいらん。あ、ミネネじゃないか。あんたもお祝いに来てくれたっていうのかい。嬉しいよ、入って入って。ハッピーハッピーバースデー。チョキチョキもでっかいプレゼント持ってきてくれたんだよ。プレゼントあるよ。ザリガニ渡す？カラーボックスや。いや、ノートパソコンだな。あ、ノートパソコン？いいじゃんいいじゃん、うちこういうの好きなんだ。いや、あんだってはほんとうちのツボ外さないね。照れちゃうよ。ちゃんと重ねな、お前。Windows98。ありがとうね。感激したよ。あ、ミネネちゃんも来たんだ。やっぱりこういうのは大勢でお祝いしないとね。結構前だけど、腹下してトイレで寝待ってたら誕生日が過ぎたってことがあったよ。え？一日中履いてたってこと？大変やね、それは。こんなことがあるんやね。あ、帰るのかい？しかも来てくれてありがとうね。しかもプレゼントまで。またお礼させてもらうし期待しといて。ブフフ。よし。アルバイトしていきますか。ちょ、アルバイトでさ、一個やろうって思ってたことがあって、前回、まあなかなかお客さんの心掴んだんですよ。ヒントをちょっとありでね。で、今回ガチノーヒントやっていきたいなと思います。まあヒントありって言っても、最初にさ、まあ、コーヒーの味はとか、ブレンドはどうしますかみたいな、ミルクはどれくらい入れてほしいなっていうのがあるんですけど、それ以外は何もないんですよ。で、その部分目つぶって、当てられるのかどうか、やっていきます。お客さんの心を掴みます。我。アルバイトした。行きます。機械の調子が悪いんだ。そんなことある？何機械の調子が悪いって。いつやったらいいの？出せないやん。コーヒー。お前のアルバイト、クビってこと？事実上、うわ、またいる。ブタケ、ブリトニー。あ、ブリトニー俺全く会ったことないかも。あなたみネネミ村の人？あたいはブリトニー。この村でキャンプをさせてもらってるわ。迷惑かけたりしないから安心してちょうだい。住むならこういうのんびりした場所がいいな。引っ越しておいで。ごめんなさい。でも私今、なんやねん。思わせぶりな態度しやがってよ。来た。ねえ、ゲームをしない？あたいが家具の名前と値段を言うから、その条件で納得したら、あなたはその値段で家具を買うの。私が家具の名前と値段を言うから、その条件で納得したら、あなたはその値段で家具を買うの。チャンスは5回あるわ。やる？やらない？いいよ。やろう。10万ベルあるしな。それじゃあ簡単にルールを説明するわね。ここに5つの家具があるわ。あなたはその中からどれか1つお金を出して買うの。
今から私が、家具の名前とその値段を言うから気に入らなかったらチェンジって言ってちょうだい。ただチェンジは4回までね。最後の家具は有無を言わさず必ず買ってもらうわよ。一つ目いくわよ。お風呂の位置400チェンジ。水玉なローテーブル1831ベル。うわー、これ欲しいかも。いいや、チェンジだね。いや、チェンジだね。うわー、二段ベッドチェンジだね。うわあ町役場の壁4000ベルえぐいなー。町役場の壁、しかも昨日買ったくね、これ。いや、昨日買わんかったんやったっけ。なんか1000ベルぐらいで売ってたんですよ、たぬき商店で。最後の最後は絶対ダメやね。知ってたけど、ギャンブルせざるを得なかった。我ギャンブル氏。ほら、やっぱあった。ギャチ役場の壁あったんやって、昨日。これ勝ったよね。これ何ベルやったんやろな。町役場の壁。びっくりするな。昨日勝ったものと同じものあるやん。こんな二つも、何をしとるんや。うわぁ。ローテーブル買っとけばよかった。しかもこれも買ってる。やっぱ思ってんだ。じゃ、昨日思ったんよ。昨日やったなーって思ってた。でもまあ、たぬき商店も評価されるし、いっかーって思って買ってしまった。ウォールランプ。まあでも、ウォールランプって何個あってもいいですからね。俺はどうしてもアルバイトがしたい。なんか手紙が来てます。アグネスからや。誕生日のパーティー、そりゃ素敵だったね。うちあんな感動的なことを考えてなかったから感激しまったよ。余韻に浸る、アグネスより。あ、誰か引っ越ししてきる。って、ノートパソコンのお礼は何なん？1のランプやって。いいやん。1のランプな。誰？アラン様やって。アラン様。アラン様って、うわー、思い出せない。ゴリラ系やったっけ。なんかそんなイメージがねんけど、ゴリラ系な気がする。んで、アルバイトは？アルバイトできます？アルバイトができない。アルバイトがいつになってもできない。あ、化石あるやん。ナイス化石。うわー、なんか俺落とし穴の種見つけるのうまくね。これだけうまいよな。唯一の取り柄って言ってもいいぐらいに、落とし穴の種見つけんのうまない。いっぱい出品してる。今日の株価は87ベルね。ならいいわ。うわ、本棚ちょっと欲しいかも。マガジンラック。マガジンラック買っとくわ。かこんなに持ち物がいっぱいでしたらコーヒーは作れませんよって。何何それ。そんなに持ち物がいっぱいではコーヒーは作れませんよ。そんなこと言われんの。まあ、でもマスターがそう言うなら従おう。今は的確な助言だ。いや、関係ないっしょ、気持ちっしょ。これでどうや。よし、目つぶります。今から、目つぶって、好みも、知らないままやっていきます。いきますね。なんやろな。なんか昨日来なかったっけ。昨日来へんかった。昨日来たのってビスやったっけ。キリマンジャロ、ブルーマウンテン。ミルクはどれくらいかな。ちょ、いや、入れないやろ。
砂糖いくつかな？2個。どう？完璧じゃない？はい。ふふ、マスターのお手伝い？ちょっと味見させてもらうわよ。残り、おいしくないわ。一個ぐらいなんか当てたいな。ありがとう、また来るわ。香りは出されたら、うーんってなるな。来た。キリマンジャロじゃなかった？ミルクは、ちょっぴり？いや、そこそこ入れるんじゃなかったかな。なんか昨日来てなかったっけ？入れない！どれどれ？ブッ！すまねえ。コーヒー吹いちまうかと思ったぜ。俺の思ってたコーヒーとここまで違うもんが出てくると。まあ、道を極めるっていうのは楽なことじゃないさ。めげずに頑張れ。お前、なんかいいやつだな。ちょっと待って、お前いいやつだな、マジで。あれ？なんか昨日、来なかったっけ、ドンハン。ドンハンって確かモカなんですよね。確かキザ系のくせにモカかよ、みたいなこと言ってた気がする、昨日。モカです、こいつ。ミルクはわかんない。あ、ちょっぴりやった気がする。昨日やったよな。お砂糖は入れない。一個か。バラバラすぎて草生えるな。いける。ドーハンはモカでやってたはず。あれ？コーヒー豆のセレクター悪くないまでみたいだね。また来るよ。コーヒー豆のセレクター昨日やってたからね。あ、ペリコや。うわ、待って、ペリコって何だっけ。うわ、ペリコ忘れた。うわ、ペリコ忘れた。ブレンドじゃなかったかな。え、昨日やったってな。キルマンジロ。うわー、忘れた。ブレンドやった気がする。たっぷり。はい。なんか、姉の趣味が、みたいなことを言っててんな。なんか、そういう話したよね、昨日。うわ、何やったかな、ペリコ。あ、あ、いや、なんでもないです。いつものコーヒーのつもりで飲んだら感じが違ったので、驚いちゃいました。同じブレンドでも、砂糖やミルクの量が違い、味が変わるのは当たり前です。ブレンドは合ってたな。そこまで覚えてたわ。お客さんの流れが止まったようですね。お疲れ様でした。今日は終わりにしましょうか。あなたの心がコーヒーから離れてきました。お疲れ様でした。普通のコーヒー豆です。あざっす。良いコーヒー豆の時もあれば普通の時もあるでしょうよ。よし、じゃあアルバイトも終わったところで行こっか。寄贈しに行こっか。化石も2つあるし、あと半妙と、まあ、メダカも忘れないうちに、まあ、寄贈して。化石があるやん。落とし穴の種やったら笑うな、さすがにな。フータは？というわけでフータの化石チャレンジやっていきますか。まず化石の鑑定から入っていきます。ほい。いやー、なかなか揃わんな、ここまで来ると。まあメダカと半妙いけたんでいいんじゃないでしょうか。何種類ぐらいいるんやったかな、飛び出せたお釣り。確か60種類ぐらいはいたと思うんですよ。魚、虫、結構いい感じに揃ってきてるんじゃないでしょうか。次回に続きます。